これからダイナテックプラス株式会社の紹介を始めます。よろしくお願いします。お願いします。まずは会社のメイン業務と強みを教えてください。弊社はドイツのクルツエルサという装置メーカーの日本総代理店やってまして、クルツエルサが世界最初のハンダゴテメーカーなんですね。100年前にハンダゴテを最初に開発したメーカーで、今はそのハンダ付けに関する機械っていうのは全て自社で持ってるんですね。ですから100年の歴史のあるハンダ付けメーカーが出したハンダ付け装置というのを日本のお客様の生産に生かしていただきたいなと思って活動してます。はい、ありがとうございます。今回の展示会での一押しの出展製品を教えてください。エルサの方は本当にたくさんの装置ラインナップ持ってるんですけども、日本でメインで取り扱ってるのはその中でも特にやっぱり世界シェアの高い製品でして、で今回は業務用の手ハンダ、ハンダゴテですね。であとリワーク装置、あと後ろのセレクティブハンダ付け装置っていうのをメインでやってます。で今回は特にブースの方でリワーク装置とハンダゴテを使ってBGA の再生作業、ボールの再実装作業っていうのを実演でライブでやってるんですね。でそれで実際に誰でも簡単にうちのジムの女の子が実際やってるんですけども、誰でも簡単にそういう難しい作業ができてしまうっていうのをライブで見ていただけるようにしてます。ありがとうございます。他社製品と比較した時の強みを教えてください。100年歴史のある一番最初のハンダ付けのルーツにあたる会社ですから、その各装置に対して投入されているノウハウのベースがやっぱり違うんですね。ですからものすごくこう簡素に見える装置もあるんですけども、それを突き詰めてこう引き算で一番シンプルに残った形を作ったりですとか、あとはクルツエルサがもう世界で130カ国以上で販売実績があるんですね。ですからその世界中のハイエンドユーザーのノウハウがまた投入された装置っていうのがどんどん新しく出てきますので、まあ、そういった最新機能、今の一番最先端の製造現場で必要な機能ですとか構造っていうのがものすごく考えて作られてありますので、日本のお客様にもマッチするんじゃないかなと思ってます。ありがとうございます。最後に一言メッセージをお願いいたします。非常にクルツエルサのマシーンっていうのはどんなお客様でも簡単に使えるようにっていうのを考え抜かれて作ってありますので、それを我々日本のお客様にきちんとお伝えして、日本のお客様にまたマッチした使い方をご提案するのが我々の使命かなと思いますので、ぜひブースでご覧いただければ嬉しいです。ありがとうございます。はい、以上ダイナテックプラス株式会社の紹介でした。